ガキが化粧の相手だ。必ず始末するんだぞ。死者の国の神ハデスが子供を恐れるのか。悪いが俺の契約は。ああそうとも。お前の契約は大海本戦でヘラクレスの息の根を止めることだ。だが本戦に出るにはどの道あのガキと戦うんだろ。あの闇親父もこう言ってる。ルール11、これはゲームだ。 結果を気にせずぶち当たり。ゲームの結果がどうなると気にすることはない。 王者より陰気な奴め。 まあゲームの駒としてはあれぐらいがちょうどいい。 これがキーブレードの力だ。よし。はっ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 。
坊主、アドバイスは二言。行け。え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 。
よってここにソラ、ドナルド、グーフィー3名をヒーローの卵と認め闘技大会への参加を許可するものである。ちょっと、なんて卵だけど。お前たちはまだヒーローの何たるかを心得ていないからな。何それ？それは君たちが自分で見つけなければならない。かつて僕がそうしたようにね。まあいいって、大会で俺たちの実力を見せればいいんだろ。さっきの騒動の後始末があるから、大会が開かれるのはしばらく先になりそうだ。それじゃあまた後で来るよ。それにしてもよくあの坊主がケルベロスを倒せたもんだ。ここだけの話、あの子が飛び込んできた時は僕が散々痛めつけたところだったんだ。本人には黙っておこう。もう大丈夫なのか？ああ。でもなんであんな奴の手先に？人を探している。その手がかりと引き換えにな。闇の力を利用するつもりで取引したが、逆に闇に囚われ光を見失った。見つかるよ。俺も探してるんだ。お前の光を。見失うなよ。また勝負しようぜ。今度は闇の力抜きでさ。興味ないね。誰よりも強くて誰にでも優しく、ピンチに颯爽と現れる。おまけに甘いマスク。完璧だ、完璧な。ムカつき野郎だ。
まあいい、これで駒が揃ったわけだ。あのガキせいぜいヘラクレスに鍛えてもらうがいい。次のゲームで二人まとめて体付けてやる。あんたは手を出すなよ。これは俺のゲームだ。好きなように押し、勝てるまで続けたらいいさ。
Thank you.
ー